中国の美少女フィギュア選手、スモモコくん、羽生結譲との噂を否定から注目し、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2015年3月27日、経過時報によると、フィギュアスケートの世界選手権が26日午後、上海で行われ、注目される中国の美少女フィギュアスケータースモモコくん。 リーズ・ジョンは女子ショートプログラム SP で6位につけた。インタビューに答えたスモモゴくんは試合に集中するため、リンク外の話題に触れることを避けた。女子ショートプログラムで、スモモゴくんは普段通りの実力を発揮し、今季最高の61、83点で6位となった。スモモゴくんはインタビューに答え、あまり理想的な滑りとは言えないが、この成績は受け入れられるとして、現在、 スランプから這い上がろうとしている時期で状態はまだあまり良くない。ただ、今回は全体的には実力を出せたと思う。今回も特別な目標は立てておらず、どの大会でも自分の記録を打ち破りたいと思っていると率直に語った。リンク外でのニュースもスモモゴくへの注目を高めるのに一役買っている。今回もスモモゴくがリンクに登ると、客席から熱烈な歓声が上がった。 注目されることは、私にとってはプレッシャーではなく、それよりも原動力となっている。観客の情熱的な応援によって、自分を奮い立たせ、自信を増すことができると述べた。しかし、リンク外のことについてはあまり触れられたくないようだ。羽生譲ると、仲がいいという話題を質問された時には、非常に警戒したような表情となり、単なる噂話。毎年試合の時に会うだけで、 特別な関係ではないと答えた。韓国のフィギュアの上ョとキムヨナが引退し、浅田真央も活動休止中の今、スモモゴくんはアジアで最も人気の女子フィギュアスケート選手となっている。スモモゴくんは、北京超カグチ冬季五輪招致が成功すれば、絶対にそれまで滑り続けると固い決意を語った。提供、人民網日本語版翻訳スラッシュ MZ、編集、G。 宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空輸 ANA 所属。2014年ソチオリンピック2018年タイヤマサオリンピック男子シングル金メダリスト。羽生譲のプロフィール。09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇。10から11年にシニア転校。11年3月。 アイスリンク仙台で練習中に被災。12年世界選手権銅メダル。同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す。12年全日本選手権優勝。14年ソチゴリンでは SP で史上初の100点超えとなる101.45点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。 5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月、NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、帯、体帯を損傷。18年の平正オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず、2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。